カーニバル開幕、輪島対阪神初対決、後楽園ホールから実況生中継。この放送は日産自動車二幸通販とご覧の各社の提供でお送りします。多くのプロレスファンの皆様こんばんは。東京水道橋後楽園ホールでございます。今夜は全日本プロレス春の祭典チャンピオンカーニバルの開幕戦を実況生中継でお伝えしてまいります。今夜の名イベントは輪島対阪神、もちろんタッグマッチでありますが、この初めての対決、輪島天竜組対阪神デビアス組、どうぞお楽しみに。さあリング上早速ご案内してまいりたいと思いますが、石川隆対カルロスコロンの試合が今始まったばかりであります。先ほど試合が終わりました。ジャイアント馬場選手に放送席に後ほど来ていただきます。今夜の解説はジャイアント馬場さんでお伝えしてまいりたいと思いますが、先ほど緊急記者会見も行われましたので、馬場さんが放送席に座りましたら、その緊急記者会見の内容などもお伝えしてまいりたいと思います。ひとまず勝負を追ってまいりましょう。さあ石川隆対カルロスコロン。カルロスコロンはプエルトリコの、帝王という異名を持っておりまして、全日本プロレスのあの輪島もこのプエルトリコに遠征したことがあります。さあそのカルロスコロンです。さあキャメルクラッチの体勢を取りました石川隆。石川隆も先のシリーズではよく輪島を援護いたしました。数回タッグを組みまして輪島の良さを大いに引き出しました石川隆。このシリーズ、マシン原のアジアタッグ王座奪回、これに全てをかけていたんではありますが、今夜の開幕戦残念ながらスーパーストロングマシンの姿も見られません。さあその石川隆であります。紫色のバイオレットのトランクスをつけました石川。さあ手4つの体勢になりました。久しぶりの来日のこのプエルトリコの帝王カルロスコロン、179センチ105キロでありますが、本当に実力者、選手としてもそれからプロモーターとしてもいわゆるプエルトリコのマット界を牛耳っています。これがカルロスコロンであります。大きくボディースラムに問いました。何しろチャンピオンカーニバルは外人勢がもう大物レスラーが多数、来日しておりまして、今日名イベントに登場のスタンハンセン、テッドデビアス、石川のバックドロップ、元 NWA 世界ヘビー級チャンピオンのトミー・リッチ、それからジェリー・オーツ、そしてこのカルロス・コロン、またピート・ロバーツ、大物外人勢が勢ぞろいしておりますチャンピオンカーニバル。おそらくファンの夢を満たすような素晴らしいカードが実現するものと思います。さあ石川が徐々に動き出してまいりました。相手はカルロス・コロン、シングルマッチ30分の一本勝負。おお、コロンが飛んだ。トップロープに上がったところ、カルロス・コロンのドロップキック、足を突き上げました。さあ石川隆を場外に送り出しました。これは不覚であります。さあ石川が場外の対決でどういうような動きを見せてまいりますか。このシリーズもおそらく石川輪島の大相撲タッグ、これが実現することでありましょう。さあその石川隆であります。おっと椅子を持ちましたカルロス・コロン。さあ場外での対決、前回の来日の時よりも何かこのラフプレーが一段と強くなった、そういう感じを与えますカルロス・コロンでありますが、さあ場外乱戦、プエルトリコのマット界からやってまいりますカルロス・コロン。さあ場外で、おっとおっと足4の字だ、場外足4の字固め。さあこれで10カウントが響きますと両チームリングアウトということになりますが、石川開幕戦でありますの勝負が欲しいところ、なんとか這い上がって欲しいところでありますが、今ゴングが打ち鳴らされております。満員の後楽園ホール、チャンピオンカーニバル開幕戦、これが石川。さあ開幕戦の対決でありましたので、なんとか白星を欲しいとこういう気持ちを語っておりました石川ですけれども、どうやら両チーム、いや両者リングアウトという結果に終わったようであります。3分24秒の試合でありました。カルロス・コロンもいい仕上がりで4回目の来日を果たしましたので、おそらく外人軍団、大変にスタン・ハンセンと仲がいいということを聞いておりますので、このスタン・ハンセンの軍団として暴れ回るかもしれません。さあ場外での足4の字を仕掛けられました石川隆も、このシリーズおそらく輪島とのコンビ実現かもしれませんが、大いに、張り切って、このチャンピオンカーニバル乗り切ってほしいと思います。勝負タイムは3分24秒、両者リングアウトでございます。画面では来週のカードをご案内しております。石川隆対カルロス・コロンの勝負、3分26秒、両者リングアウトという結果に終わっております。
日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は東京水道橋後楽園ホールより実況生中継で全国のプロレスファンの皆様にお送りしています。ホールからの実況生中継、チャンピオンカーニバルの開幕戦、輪島は入門2年目に入ります。4月24日横浜で全25試合熱戦を展開します。さあ面白い試合を迎えました。トミーリッチ、ジェリーオー対タイガーマスク、ジャンボツータの一戦でございます。さあまずはトミーリッチ、そしてジェリーオーツの入場です。手前がジェリーオーツ、そしてこれがトミーリッチです。第59代の NWA 世界ヘビー級チャンピオンになったことがあります。野生の炎と異名を取っておりますジェリーオーツ。そして画面向こう側、金髪が揺れます。思わずハンサムだなという声が観客から飛んでいます。トミーリッチ入場。さあそして今度は全日軍ジャンボ鶴田、タイガーマスクの入場であります。ジャンボのテーマが鳴り響いております。さあやってまいりました。まずは黄金の虎、タイガーマスク、そしてその後ろ、ジャンボ鶴田。あのロードウォーリアーズには先週放送の日本武道館決戦で至宝のインターダックのベルトを奪われましたが、今シリーズにかけています、このタイガーマスクと鶴田。今鶴田がゆっくりと入場。来週放送の大阪大会では今夜相手のトミー・リッチとインターヘビー級のベルトをかけて戦うことが決まっています。今夜は前哨戦です。試合に先立ちまして、日本テレビ並びに番組のスポンサーより日本テレビのイベントコンパニオンのお嬢さん方によりまして、今豪華な花束が両チームに贈られました。30分の一本勝負です。これがジェリー・オーツであります。6回目の日本来日、そして2回目の来日であります。元世界最高峰 NWA タイトルを決めましたトミー・リッチ。1シリーズ1シリーズが本当に正念場です。タイガーマスク、嘆きの鶴田。しかし今日から新しい一歩が始まります。ジャンボ鶴田。さて放送席には今試合を終わりまして、控え室よりジャイアント馬場さんが来てくれました。先ほどもご案内の通り、この試合が始まります前に緊急記者会見がありましたので、その内容をお伝えしたいと思います。注目の長州力選手は全シリーズ欠場ということになりました。そしてその理由ですが、ジャパンプロレスの内紛、分裂によるということでありますが、まあ馬場さん、これは馬場さん自身も、まあ、今現在、まあ、正直なところ全体を把握していないという状況なんですってね。そうですね、まあ、昨夜まではね、はい、もうみんな出ますということだったんですけども、はい、今日今朝になって急にそういうことになりましたんでね。あ、なるほど。まあ、従いまして長州力の保持します PWF ヘビー級のベルトは、現段階で、ロードブレアス PWF 本部会長預かりという形になりました。いや、まあね、はい、それも長州がきっとやるという分にやったら、まあ、これはこれで問題ないですよね。そうなんですね。まあ、ジョリーファンクと、はい、ハンセンがそういう申し込みがあるということですからね。はい、まあ、指定されたこの選手権の会場に、まあ、チャンピオンが現れないときには、まあ、その時点で、まあ、考慮するということでありますが、まあ、タイトルマッチ争奪戦となると、まあ、こういう動きも十分に馬場さん考えられますね。そうですね、そうなりますね。はい、また詳しい動きがありますときにはこの全日本プロレス中継でもお伝えしてまいりたいと思います。さて、試合の方を追ってまいりましょう。さあそのトミーリッチが出てまいりました。馬場さん、懐かしい顔ですね。そうですね、まあ、一段と動きが良くなりましたね、はい、ラフにもなりましたし ね今ラフという解説が馬場さんからありましたが、何しろ野生の炎、ワイルドファイヤーと異名を取っておりますこのトミーリッチであります。思い起こすのは馬場さん、このジャンボ鶴田と57年58年、まあ、連続挑戦敗れましたけども、このジャンボとの UN ベルトを争ってのタイトルマッチでしたね。そうですね、まあ、一時はね、はい、まあ、短期間でもありましたけども、NWA のチャンピオンベルトを巻いたこともある男ですからね。そうですよね。さあそれから数年経ちました、ジャンボ鶴田、そしてこのトミーリッチであります。来週放送の大阪大会では真相になった大阪府立体育館よりお送りしますが、この鶴田とこのリッチがインターヘビー級タイトルマッチ、これをかけましてチャンピオン鶴田に挑戦するわけであります。ご覧のカードです。さあそのトミーリッチにタイガーマスクが挑んでおります。馬場さん、この対フレア戦、
もうこのラバン勝負の第3戦どう見ました？もうねタイガーもね、決死の覚悟でしょうしね、そうでしょうね。あ、相手が鶴田に変わりました。さあ前哨戦ということで鶴田も飛ばしています。ボディスラム。さあ両選手胸中をよぎるものは何でありましょうか。エルボースマッシュ。そしてどうするのか、コーナーに追い詰めました。まあ、この辺馬場さん見ていても数年越しのこのライバル意識というのが手に取ってくる、分かるようですよね。まあね、ジャンボにはもうそういう意識ないんじゃないですか。俺もお前を取り越したというような気持ちはジャンボは持ってると思いますよね。そうですね、はい、そういえば馬場さん MWA のベルトと、そして、まあ、ジャンボが以前保持しました AWA のベルト、あるいは今保持しておりますインターのベルト、これはもう同格になりつつあるんだとこうおっしゃいましたよね。そうですね、さあその自信の鶴田であります。がっちりとジェリー・オーツをヘッドロックで捉えております。馬場さん、この石には解散の声が聞かれた鶴竜ですが、まあ、ロードウォーリアーズとの戦い、まあ、絶好調の中で負けてしまいました。鶴竜コンビは今後どうなっていくのかという声が強いんですが、馬場さんその辺いかがですか。いや、まあ、あの試合はね、確かにカウンターで負けましたけどもね、やっぱりウォーリアーズはあれだけ痛めましたからね、まあ、試合の結果はそうなりましたけども、やっぱりウォリアーズを攻め立てられるというのは鶴竜以外にいないんじゃないですかね。しかしながらまたこうしたタイガーマスクとのコンビの中でどういう新しい自分を表現していくか、これが鶴田の使命でもあります。さあタイガーマスクいい動きを見せています。まあこのフレア戦の後、馬場さん、こんなことをタイガーマスクがこぼしているんです。駆け引きがうまいな、攻めさせてもらえなかった、今までにないタイプで迷った、やってるうちに焦ってきた、イライラしてくる、どうですか。まあその通りでしょう。イライラしてくる、焦ってくるっていうのがね、やっぱり本音ですよね、はい、何をやろうとしても やれないっていうかね。あ、そうですか、はい。まあ、一つはね、やっぱり暗い負けというものもあるんですよね、精神的なものもね、はい。まあ、ピンホール負けということになりましたけども、1勝2敗となりまして、まあ、しかしこの馬場さん、数字以上の収穫があったと、ね、このようにいつもお話ですよね。そうです、ですからね、やっぱり、まあ、輪島にしてもね、はい、フレアと戦った、今度はハンセンと戦っていくわけですから、そうですこういうものと全部ね、はい、当たってみて、それで、あ、やっぱりプロレスの選手の層っていうのは広いんだな、大きいんだなというものをね感じてね、それで大きくなるんだと思うんですよ ね、そうですね、思えばエプロンによりますするとも10番勝負で大きくなったんです。馬場さんはインターシングルのベルトをめぐって、何番かのこの試練勝負やりましたよね。そうですね、なかなかきついもんなんでしょうね、まあ、ですからね、もうそれやってるうちは夢中なんですよ。なるほど。で全部終わってね、やっぱり反省すべきところは反省してね、そうですね、その中にもね、やっぱこういうところが良かったなっていうものがあるんですから、そういうものをよく研究するかしないかでね、やっぱり伸びていく伸びていかんがはっきりしてくるんですよね。今後の精進に期待したいと思います、タイガーマスク。さあそのタイガーマスクから鶴田に受け継がれました。あのロードウォーリアーズにベルトが奪われてから鶴田は言いました。もう一度いろいろ考え直したい、このように言っていました。まあ、試合後馬場さんが、まあ、このベルトについて、インターダックのベルトについて、まあ、鶴竜に限らず八つですとか天竜など、まあ、その時、まあ、その時で力のあるチームに挑戦させていきたいと、まあ、こういうプランもお話でしたね。そうですね、まあね、八つもね本当に成長しましたからね、はい、まあ、これはもうどんどん世界のタイトルに向かってですね。そうですね、さあこの先鶴竜は解散に向かうんでしょうか、それともロードウォーリアーズとのリターンマッチ再起にかけるんでしょうか。さあその鶴竜の核の方、鶴田であります。おっと、なかなかしぶとい動きを見せています、このジェリーオーツであります。昭和51年10月ここ後楽園ホールで大熊小鹿を破りまして、アジアタッグのベルトを獲得したこともあります。馬場さん、この選手も本当に懐かしい名前になりましたね。そうですね、58年以来6回目の日本来日になります。おっと、これは鶴田うまくかわした、よく見ていました、ジャンボ鶴田であります。今シリーズはあのハンセンもやってきました。昨年の最強タッグの肩切り打ちがあるでしょう。しかし受け出すジャンボ鶴田、ジャンボラリアット、ここで爆発。さあそしてタイガーマスクに指示を出したぞ。さあどうするのか。あっと、トミーリッチをちょっと呼び入れたという感じもいたします。さあ来週放送の大阪大会、
するとこのリッチのインターヘビー級タイトルマッチご期待いただきたいと思いますが、その前哨戦、足が光るトミーリッチ飛んだドロップキック、しかしカウントワンで跳ね返します。ジャンボ鶴田、まあ、今のはね当たりが悪いし、ダッシュも悪かったですね、はい、リッチのね。来週のカードご覧いただいております。このお二人が真相だった大阪府立体育会館ベルトをかけて争います。チャンピオンジャンボ鶴田、ここまでやっぱりリッチを圧倒してますよ。馬場さん、そうですね、余裕の表情でリッチの左腕をぐいぐいと締め上げていきます。リストロックですか、それから腕しぎ逆十字、リングの中央で決まっています。まあこのリッチも馬場さん、まあ、鶴田同様この学生時代はアマレスで鳴らした男なんですね。そうですね、はい、ですからね、まあ、こういう間の持ち方っていうのはね、はい、非常にうまいですよね。で寝技もね、はい、やっぱり基本がありますから、はい、そしてそれに加えてのですからね、こういうラストファイトっていうようなことをね、しなくてもいいと思うんですよね、僕は。見せるものは十分に持っています、このトミーリッチであります。ですからね、チャンピオンを取った当時のねレスリングをすればね、ジャンボも危ないと思うんですよね。そうですか。2回目の来日、ここまで馬場さん、コンディション、トミーリッチどうご覧になりました？まあ、まだ分かんないですね。からない、やっぱりアメリカと日本の雰囲気の違いがですね、そうですね、彼らにはまだピンとこないと思うんですね。やっぱ、はい、トミーリッチなんかはね、もうアメリカ行ったらもうやんやの喝采を受けるんですよね。そうですね、まあ、今シリーズ、ハンセン、そして輪島と並んで注目がこの、トミーリッチであります。期待いただきたいと思います。さあ、タイガーマスク、一度猛攻7番勝負原戦が流れました。それにつきまして、いつでもどこでもやりたい、そして長州やつにも復讐したい、そしてまた前日の若手川田、そして、海外遠征をしました冬木も後々ライバルとして立ち塞がってくるだろう、これを受けて立つんだ、このように話していましたタイガーマスクです。それから馬場さん、ハンセンもいますしね、今シリーズはね。そうですね、やりたいやりたい言ってますよ。ですけどもね、まあ、ハンセンまでね、はい、今フライングボディアタックタイガーが行くとですね、はい、かえって自信をなくすんじゃないかと思うんでね、ちょっと控えてはいるんですけどね、やっぱり体力、パワー、これはもう運での差がありますんでね、まあ、今までで一番きつい相手になるだろうけども、ぜひ実現したいと、このようにタイガーマスクは話していました。まあ馬場さん、まあ、飛べるヘビー級ってのは本当難しいですよね。そうですね、そろそろそのヘビー級への脱皮、その努力が報われてもいいんではないでしょうか、このタイガーマスク。さあ、タイガーマスクから鶴田、ここまでの試合展開、この前日の鶴田タイガーが押しているように見えるんですが、いかがでしょうか。まあ、そうですね、はい、さあ、ショルダースルー、ちょっと汗で体勢が滑りましたジャンボ鶴田、そろそろ殺人フルコースか。鶴田も荒っぽいファイトを展開してきたぞ、そして今度は大技だ、おっと久々に見るダブルアームスープレックス、人間鏡を描きました、リングの中央です、抑え込みました、そのままカウントするか、おっとカウント2で跳ね返しましたジェリー・オーズです。なかなかしぶといところを見せています。試合経過10分を経過してまいりました。ここでコブラツイストです。ジャンボ鶴田積極的に技を出していきます。ジャンボ鶴田です。なんか馬場さん、このトミー・リッチにこの格の違いを見せつけているような、そのトミー・リッチが今様子を伺っていますが、そんな感じがジャンボにしますね。そうですね、まあ、やっぱりジャンボもね、もうやっぱりここで意地持ってやるでしょうしね。そうでしょうね、まあ、どっちかというとやっぱりジャンボの方がパワーもね、勝ってると思うんですよ。さあ、ここでちょっとご注意いただきましょう。このトミー・リッチ、南部仕込みの荒っぽいファイトを持っています。ワイルドファイヤー、おっと先に戻ったぞトミー・リッチ、ジャンボするとあまだ場外だ。さあ、待ち受けて、トミー・リッチが何を持っていくか、エルボーだ。さあ、そしてあっと、ほとんど当てに当たる、パンチだパンチだ、2発3発パンチを、おっと、そして噛みつきですか。いやいやいや、トミリッチって馬場さん、こんなに荒っぽいことやりましたっけ。いや、やりませんでしたよ ね、 ねですからね、やりましたね。そう、しかしながらジャンボ鶴田、タイガーマスクの2人に捕まっています。ちょっと変身したトミリッチには驚きました。おっと、タイガーマスク目測を誤ったか、ヘッドバット、しかし左の肩口に当たりました。トミリッチ長い足を伸ばしてロープに逃れています。さあ、ジャーマンを出すか、バックドロップか、なんだ、後ろへ投げたバックドロップ、この辺の大技、馬場さんいかがですか。いや、いいですね、まあ、もうリッチにね、これだけ立ち向かっていければいいんですよね。そうですね、
蛇球の飛び口、まあ、ですからね、タイガーもね、やっぱり寸胴締め直してね、かかってると思いますよ、うん、そうですね、今トミーリッチがタイガーマスクのタイツに手をかけましたが、あ、なかなかしぶとくなりました。トミーリッチであります、ファイトスタイルが変わっています。このトミーリッチからジェリーオーツへ、試合はちょっと膠着状態になってきました。これがタイガーマスクであります。トラは強くなくてはいけない、弱いトラではマスクをかぶっていても無意味だ。残りの試合、もうこの7番勝負、残りマスクを全部かけていくつもりでいくと、このように話していました。タイガーマスク、ただピック、その後です。ちょっと間が空いてしまいました。何を考えているのかタイガーマスク、フライングボディアタック、そのまま抑え込むのか、どうだ、カウント2。この辺の技の組み立て、馬場さんいかがでしょう。組み立ていいですけどね、飛びはちょっと弱かったですね、そうですか。キックで追い込んでジャンボにつなぐか、いや、おーとトミリッチが出てまいりました。なかなか決着がつきません、この30分一本勝負、どちらが主導権を握るのか。ジャンボ鶴田が行きました。さあ小兵のジェリーオーツを捕まえてジャンピングに、角度よくジェリーオーツの波動を砕きました。さあバックドロップだろう、さあ世界のドクターバックドロップ、さあ手よっの体勢観察に入りました。あの幻の NWA 王座移動になりました、あのジャンボ鶴田プレイヤーに見せましたバックドロップ、そのバックドロップは今夜はジェリーオーツに放ちまして堂々のカウント3。さあ今シリーズにかけますジャンボ鶴田、そしてタイガーマスク、馬場さん、まずジャンボ背中が見えます、ジャンボから伺いましょうか、いかがでした。ね、まあね、体調もいいし、はい、よく稽古もしてましたんでね、うん、そうですか、ね、ですからまあまあ不安はないと思いますね。来週放送の大阪大会インターヘビー級タイトルマッチ、トミーリッチの画面左、トミーリッチの挑戦を受けますが、幸先のいいスタートを切りました。13分16秒、鶴田の最後は鮮やかなバックドロップでトミーリッチ、そしてジェリーオーツを破った一戦ですが、さあそのフィニッシュホールド、まずはこれです、ジャンピングに、そしてバックドロップいきます、手4つでがっちりと抑え込みました、鶴田タイガーマスク強さを見せつけた一戦でございました。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は後楽園ホールより実況生中継でお送りしています。さあ後楽園ホールからの実況生中継、今度はセミファイナル45分の一本勝負、安吉明ピートロバーフのシングルマッチをご覧いただきます。両選手の紹介、ピートロバーフ、イギリスからやってまいりました徳美さん、ピートロバーフ、八尾空間、さあ馬場さん、この長州欠場の今シリーズも、この開幕戦から安吉明、あのフレアに前線した自信を見せてほしい一戦ですね。そうですね、まあね、実力がついてますからね、はい、大丈夫だと思いますがね。この表情、一段とたくましくなりました。軍団の面々から言わせても体が大きくなったな、こういうことをよく聞きます。この長州安吉明であります、安吉明であります。さあゴングが鳴りました、ピートロバースとの一戦、自信がね、ついてくると体も大きく見えますしね。あ、そうですね、態度も堂々としてますからね、はい、今186センチ120キロ、充実しています。安吉明アマレス仕込みのこのバックの取り合い、完全に奴が主導権を、おっとピートロバーツもしぶといぞ、両選手ともこれアマレスの経験があるんですね、馬場さん。そうです、はい、はい、ピートロバーツは柔道そしてアマレスを経験しました、イギリスのランカシャー出身であります。そして奴はご存知、この昨年行われましたアマレスの全日本選手権でも優勝しました。10月のアジア大会でもスペシャルサポーターとして選手の力になりました、この奴吉明。さあ腕の取り合いからスッと潜り込んでピート・ロバーツ、なかなか馬場さん、この一戦テクニック合戦になりそうな、そんな気配ですね。そうですね、地味な試合、今のところ地味な展開ですけどね、はい、非常にその興味のあるし、ね、どうやって技を足を取るか手を取るか、はい、非常に興味のあるところですね。足を取りに行きました、やった
足首を取っています。ピート・ロバーツ、なんか教科書を見るようなそんな攻防が続いています。八千代明、まずはロープに逃れました。スタンディングポジションを取る八千代明、全シリーズフレアに初挑戦をしました。これからは世界に目を向けていく、新しいテーマを見つけた。世界の壁は厚かった、何度でも何度でも俺は挑戦していきたいんだ、このように言います八千代明。ジャパンプロレスの中に内紛がありましたが、俺は今シリーズは全て出場する、このように信念を語ってくれました八千代明であります。馬場さん、このファイトも八千代明なんか吹っ切れたようなそんな感じさえ受けますね。そうですね、まあ、いろいろモヤモヤも吹っ飛んだんでしょう、もう、決心をしたという、ね、そうでしょうね、自分なりに決断をしたんでしょうから、はい、あのフレアとの一戦敗れはしました、ベルトは奪えませんでしたけれども、試合内容では鶴谷そして輪島に負けんぞと、そういう気づきが伝わってまいりました八千代明。しかしながらピート・ロバーツのねちっこい攻撃、ちょっとこれを解説してください。馬場さん、どこが決まっていいんですか。いや、これはね、肩が決まってます、肩ですか、はい、ですけど、まあ、ロバーツの方がね、やつよりも体力がないだけにやっぱり今みたいに跳ね返しされますよね。身長では1センチ、そして体重では20キロ、八千代明が勝っています。こういう場合、馬場さんどうしたらいいんですか。いや、どうしたらいいって、ロバーツはね、やっぱり下にならないことですよね、下にならないこと、体重がやつの方が多いですからね。なるほど、グラウンドになるのとスタンディングのプレートどちらがいいんですか。まあね、両方ともね、はい、飛び道具がありますからね。あ、そうですよね、離れてね、やった方が、はい、ロバーツ小さい人の方は得だと思うんですね。なるほど、やつはくっついて攻めていった方がいいと。どう展開していきますか。しかしさっきから、八千代明の左足に攻撃を集中しているようであります、このピート・ロバーツ。長州の欠場シリーズ、先シリーズとして今シリーズこの開幕戦とエースとして頑張っていますこの八千代明であります。エルボー追い込んでいきます。八千代明が踊る2連発、ちょっと格が違うか八千代明、それを見せつけているようなそんな感じもいたします。そうですね、どっちかがね、やっぱり持ってる技がなくなったらね、なくなった方が負けですよね。テクニックがなくなった方が負けと、なるほど、今度は手4つです。これはパワーの違いがあるんじゃないんでしょうか。八千代明、上からかぶさるように持っていこうという八千代明であります。まあ、このピート・ロバーツも、まあ、今日は八千代明との一戦ですけれども、このジュニアのチャンピオン違いますしね、このジュニア先生も大いにね、賑わしてほしいところですよね。そうですね、はい、お、検討してますよ。今度は逆に返していくピート・ロバーツ、これは検討しているぞ。あの世界ジュニア王座の決定トーナメントでも欧州代表としてその存在を見せつけました、このピート・ロバーツであります。しかし八つは馬場さん、ヘビー級ですからね。そうですね、この辺ですね。今度はバックを取りに来ましたピート・ロバーツであります。このイギリスのランカシャー出身ピート・ロバーツ、蛇の穴と言われますビリー・ライレージムで学ぶ、このようにプロフィールがありますが、この蛇の穴というのは馬場さん、どういうものなんですか。どういうものなんですかって言われて、そこまで僕も分かりませんけどね。レスラーの、まあ、養成学校みたいなものなんですか。そうです。あ、なるほど。まあね、アメリカにもね、2、3あるんですよ、そういう養成学校はね。まあ、ヨーロッパはヨーロッパで、はい、そのイギリスにあるんですがね、はい、あとフランスにも前あったんですが、もうなくなりましたね。あと今はもうイギリスとドイツぐらいなんですよね、ヨーロッパは。まあ、このイギリスのランカシャースタイルとよく言われるんですが、どんな特徴があるんですか。ね、やっぱりね、こういうそのもうそこのジムだけじゃなくて、ヨーロッパはヨーロッパ特有のね、右を攻めるんですよね。アメリカの我々日本もそうですけども、はい、どうしても左と攻めるんですけども、はい、彼らは右と攻めるんです。あ、なるほど。でそれがね、やっぱりアメリカに来てですね、ヨーロッパの選手が日本なりアメリカに来て、あ、左攻めていくことを覚えちゃうんですね。あ、なるほどね。どうしてもね、左の方が取りやすいんですよ。あ、なるほど。右を攻めるというこのイギリスのランカシャースタイル、ピート・ロバーツ。これでも普通ならね、左手でチンロックに行くんですけどもね、はい、
彼は右手でやってますよね。そうですね。これは生態学的に見てどうなんですか、右と左というのは。まあ、この技の効き具合とか、まあ、本来ね、はい、日本人なりアメリカ人の選手はね、そのやりにくいと思いますがね。でしょうね。ちょっとその辺の特徴にもご注目いただきたいと思います。その右腕をちょっとさすりました、ピート・ロバーツであります。ショルダータックル、先ほどはビル・ロビンソンをホーストさせるような、エルボードロ、エルボースマッシュも見せました、このピート・ロバーツであります。さあ今度は何か、おっと、ですからね、日本人、はい、アメリカ人に見られない面白い技も時々出るんですよね。そうですね。ちょっと今変形の、胃袋落としといいますか、ストマックブロックを見せましたピート・ロバーツ。もうこの上半身が真っ赤になってまいりました。色白なんですが、もう背中には足が下に落ちまして、もう真っ赤に紅潮しています。顔、そして、この胸のあたり、背中であります。さあ八千代昭はロープに振って、あ、このカウンターはいいですね、馬場さん。そうですね、さっき足を、ね、はい、腹を攻めましたんで、はい、また腹へ来るかなと用心しているところを顎へ行くという。そうですね。これはあの裏をかくという意味では非常にいいですね。しかしながら非常に地味な展開を見せています。しかしこの地味ですけどもね、そのね、はい、この首の締め方とかね、起こす時の技なんかはね、はい、素晴らしいですよ。シュッと決まってますしね。しかし八千代昭ラリアット、長州力よ、この試合を見ているんでしょうか。その長州の影を見たような今のやつのラリアットであります。そしてバックドロップ、八千代昭が徐々に動いてまいりました。さあ今度は何か、そろそろピート・ロバーツを捉えたか。ダブルアームスープレックス、大技展開、大技展開、そのまま抑え込んだ、カウント2であります。さあ八千代昭 NWA 初挑戦の自信をつけてまいりました。ブルドッキングヘッドバック、そのままカバーの体勢、カウント2までいっています。ソウル五輪で復活を目指すアマチュア日本ナショナルチームの特別強化コーチにも要請が来ています、八千代昭。おっと今度はこれを返し技だ、怖い怖い。カウント2で跳ねのけました。八千代昭落ち着いています。落ち着いてますね、馬場さんね。そうですね。さあそしてロープに飛ばして何があるか、ガシッと決めそうだ。おっとそのままロープの反動にしてピート・ロバーツの喉元、フライングボディシュラスドロップに行くところ、八千代昭決めていました。さあフィニッシュドロー、エンズイ、八千代昭のエンズイ、天竜から盗んだエンズイ、そしてスモールパッケージホールド、大技と小技のこのブレンド、見事です、八千代昭。いかがでした、馬場さん、ちょっとまとめてください。ね、やっぱりこうやってね、離れて、はい、やりだしてからはやっぱり夏のもうペースですよね。そうでしたね、断然のペースですね。まあ、ピート・ロバーツも離れて戦いたかったんでしょうけども、やはり明日のが一枚上、いや通じないんですよね。通じないんですね、おっと相手の健闘をたたえます、八千代昭。ピート・ロバーツの右手を高々と差し上げました。今夜は強い八つを見せつけました。また世界へ向けて力強い一歩を踏み出した八千代昭であります。9分20秒首固め、最後は返し技丸め込みました。ヤストロバーツの一戦、円髄を決めます。力強い円髄です、後頭部にダメージ、そしてその頭を丸め込んでの首固めスモールパッケージホールド。今夜は強いやつを見せてくれました。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は後楽園ホールより実況生中継で全国のプレースファンの皆様にお送りしています。さあいよいよ名イベント、ハンセンと輪島がタッグで激突します。初対決です。さあ爽やかな春、全日本プロレス春の祭典、開幕戦です。全国のプロレスファンに春を告げます、このチャンピオンカーニバル、いよいよ名イベント。さあ主役の登場だ、輪島天竜組対ハンセンデビアス組、60分の一本勝負でございます。輪島が大いに燃えています。ハンセンと初の対決であります。打倒ハンセンに燃える輪島のレスリングは果たしてどうでしょうか。
さあ、そして天竜の方はインタータグを失った虚しさ、これはまあ残っているでしょうが、ひたすら前向きの姿勢で開幕戦に臨みます。さあ、和島がやってまいりました。チャンピオンカーニバルのスタートだ。天竜和島組はもう満開、なんとも頼もしい大相撲タッグ、ここに登場でございます。後楽園ホールのお客様から大歓声が沸き起こっています。いよいよ名イベント、先に天竜和島組登場してまいりました。ユナイテッドナショナルヘビー級のチャンピオンは天竜。名イベント、試合に先立ちまして日本テレビのコンパニオンから番組のスポンサー日本テレビより今豪華な花束が和島天竜チームに今送られたところであります。さあ、この後注目のスタンハンセンテッドデビアス登場。豪華なメンバーが勢ぞろいした外人軍団、さあおなじみの顔、この全日本プロレスの伝統のチャンピオンカーニバルに殴り込みをかけたのはハンセンデビアス世界タッグチャンピオンチーム。あのクレノー対戦では土壇場で優勝を逸したハンセン・デビアス、その雪辱を晴らすべくじっくり我慢の4ヶ月、この春の祭典にチャンピオンチームの意地とメンツをかけます。62年最初の来日ではありますが、圧倒的な強さを証明すべく戦慄の来日を果たしました。この入れ込みをハンセンが輪島を狙った、ハンセンの輪島を狙った、デビアスは天竜を狙っている、まだゴングは鳴っておりません。さあ、ものすごい勢いで奇襲攻撃、ハンセンが輪島を捉えた、初対決だ。さあ、輪島がどういく、輪島が捕まった、が反撃態勢。さあ、なんだ、わあ、ショルダーアタックだ、勝ったぞ、輪島が勝ったぞ、ショルダーアタックで一発、さあ、ハンセンを上台に送り出した。さあ、あれ模様のスタンハンセン、いよいよメイベント、今中田龍リングアナウンサーによりまして両チームの紹介が行われております。PWF 世界タッグチャンピオンチームハンセン・デビアス、これに相対するのは天竜和島だ。さあ、解説の馬場さん、ハンセンの狙いは和島でしたね。まあね、やっぱ和島を牽制しておくんでしょうね。そうでしょうね。さあ、初対決ですからね。対決ですね。さあ、黄金のトランクスが踊りますが、さあ、この初対決どういう風な試合展開になりますか。再び輪島取りましては、この シリーズは試練のシリーズになりました。ハンセンに勝負を挑みます。いずれも、まあ、壮絶なラリアット合戦がおそらく繰り広げられることと思いますが、ひたすら練習に次ぐ練習、スタミナの養成に十分時間を費やしたこの輪島、輪島の子はもう目の前の敵を倒すだけでいっぱいであります。膝をつきました。さあ、まずこの展開ですけれども、闘志では何としてもハンセンを倒すんだと言っておりました輪島でありますが、黄金の左対左の対決、本家ラリアットのハンセンに対しまして、輪島ラリアットが通じるかどうかね、馬場さん。そうですね、ハンセンもね、やっぱ輪島のラリアットを食って自分が倒されたんじゃ格好つかないでしょうかね、はい、そうなんですね。さあ、ロープに追い詰めたが、ハンセンの猛攻撃が始まって、ここでテッドデビアスに渡します。そういう意味ではね、輪島もそうなんですよ。輪島もね、自分、このラリアットで倒された格好つかないですからね。そうなんですね。ダブルの攻撃、そういう意味ではね、やっぱりこの両者とも意地持ってますからね、はい、面白いと思いますよね。そうですか。今度は相手がテッド・デビアスに変わりました。何しろ試合巧者ベテランのテッド・デビアス、テクニックではもういろんなものを持っておりますので、おそらく輪島もこのテッド・デビアスから技を盗んでいくことと思います。こうやってね、腕を取られてね、今まで攻められるとね、攻め返すことができなかったんですよね。そうですね。そこはね、輪島の課題なんですけども、はい、今しかしスックとスタンディングポジションを取りましたね、またコーナーに追い詰められた。テッド・デビアスの猛烈なパンチを 2,3 発浴びています。さあ、受けに立ちました。輪島であります。さあ、どこから反撃するか。さあ、輪島が返した。ここから輪島の攻撃再開だ。さあ、チョップ、チョップ、すごい勢い、チョップ。さあ、ババジゴミの逆水平が当たったぞ。大きく反対側に投げ返して、相撲タックル。怖がったのはテッド・デビアス。やっぱり研究してますね。研究してますね。いい攻撃の展開です、輪島。まあ、さて、この輪島選手、馬場さん、先のシリーズ、デビュー以来61戦目で世界のベルトに挑戦した輪島ですけれども、世界チャンピオンリックフレアに初めてフォール負けを喫しました。まあ、しかし気迫では十分に押しまくったシーンもありましたよね。そうですね、今日なんかでもね、今こうやってね、腕を取っていく、こういうことをね、はい、今まで教えたんですけどもね、一向出なかったんですよね。そうでしたね。やっぱりこの休みの間に随分研究してですね、はい、ちょっとやらなきゃいかんことはやるようになりましたね。はい、
さあ今度は輪島の今夜のパートナー待ってましたとばかり天竜がさあ堂々と飛び出してまいりました。さあ馬場さん、この天竜ですけれども虎の子インタータグのベルトを奪われました。ザ・ロードウォーリアーズがアメリカに持って帰ってしまったわけですけれども、まあ、しかし天竜は非常にこのシリーズ前向きにいろいろなことを考えているようですね、馬場さん。そうですね、まあ、非常に、ね、責任感の強い男ですしね、はい、馬場さん、先ほど若林アナウンサーもレポートしておりましたようにザ・ロードウォーリアーズがインタータグのベルトを持っていった、そしてこの天竜と鶴田は、まあ、発展的な解消というようなニュースも伝わっておりますが、ここはまた結束を固めなきゃいけませんね。そうですね、ぜひともインタータッグのベルトは死守してもらいたいと思います。そしてユナイテッドナショナルヘビー級のこの UN 王者の天竜に対して、このシリーズ UN の防衛戦、馬場さんどうなんですか。天竜がですか、天竜の防衛戦は今のところね、いろんなことがありましたんでね、まだ未定ですか。はい、わかりました。タイトルマッチその他につきましては、決まり次第また放送席からお伝えしてまいりたいと思いますが、さあ三半戦と天竜、天竜はこのスタンハンセンには自信を持っています。去年はおっと今度は輪島を捉えまして、輪島を捉えてリングの外に引きずり出したのがスタンハンセンであります。さあ輪島とスタンハンセンの猛攻が場外で争われておりますが、リングの中にもご注目、これが輪島とそれからスタンハンセンだ。輪島とスタンハンセン、まだラリアット合戦は見られておりません。両者ともに黄金の左は温存しております。さあ展開がちょっと変わってまいりました。リング上テッドデビアスからスタンハンセンへのつなぎ、スタンハンセンと天竜であります。あの暮れの祭典の時には、決勝戦におきましてハンセンデビアスを一周した、そして、優勝をもぎ取った天竜、精神的には非常にこのもうハンセンもデビアスも怖くないというところまで来てますね、馬場さんね。怖くないというところまでは来てますでしょう。はい、常に前向きに物を考えるこの天竜でありますが、インタータッグのベルトを失った後、果たしてこのシリーズどういうような目標で突き進んでまいるんでしょうか。さあスタンハンセンとそれから天竜の一騎打ちという形になりました。控えておりますのは、輪島であります。どうしても今夜後楽園ホールからの実況生中継、輪島対スタンハンセンのラリアット合戦、一瞬でもいいから見たいと思いますが、放送時間の方はあと4分でこの後楽園ホールからお別れということになりました。果たしてこの勝負最後までお伝えできるかどうか、馬場さん、ハンセンと輪島のラリアット合戦見たいですね。そうです ね, ねさあしかし今は天竜がリングを務めています。天竜とスタンハンセンであります。ハンセンとしても本家の、まあメンツというものがありますからね。そうですね、まあ、それはもうね、ハンセンがね当然そう思ってますしね、はい、そういう気力でねやっぱり叩いてきますからね。そうですね、またねハンセンのラリアートはやっぱりもう体全体を使いますんでね。なるほど、そこの違いを、そこそやっぱり輪島がそれを覚えてほしいですね。あ、そうですね。さあテッドデビアスの俵返しで天竜を攻めておりますが、このスタンハンセンとテッドデビアス、ファンの皆様ご存知のように PWF 認定の世界タッグのチャンピオンチームなんですが、このシリーズ馬場さん、 PWF の世界タッグの彼らの防衛戦はどういう予想ですか。ありますか、はい、そうですか。チャレンジャーチームはまだ未定ですか。いや、それは天竜鶴田です。天竜鶴田ですか、はい、はい。今ジャイアント馬場さんから説明がありました。 PWF タッグチャンピオンチームハンセンデビアスには鶴竜コンビが挑戦という今馬場さんからの発言でございます。どうぞお楽しみに願いたいと思います。まあそれね、やっぱ輪島の出来いかんでね、はい、天竜ジャンボどっちか調子悪かったら輪島が出るということもあり得ると思うんですよね。あ、なるほどね、そうですか。でもまあ輪島がねこのハンセンにどういうふうに太刀打ちするかね、これは見てからですよね。なるほど、でそれは彼らが選ぶでしょう、はい、天竜にしろジャンボにしろどっちかがね。わかりました。さあ輪島が出てまいりました。黄金の左がいつ飛び出してくるか。輪島、相手はテッドデビアスであります。それからラリアット合戦もそうなんですけれども、馬場さん、輪島対スタンハンセンのこのタックル合戦も見ものですよね。そうですね、ねえ、ですけどもね、まあ、輪島のね今今日見ててね、このやられた後に、起き上がる動作なんかもねやっぱり随分練習の後研究の後が見えますよね。そうでしたね、それだけ楽しみっていうかね、はい、もう興味ありますね。そうですね、ディフェンス面でも一歩一歩うまみを増しております、この輪島であります。さあテッドデビアスがいつスタンハンセンにつなぐでしょうか。輪島の気持ちはスタンハンセンを出てこいというふうに思っていることでありましょう。さあデビアスとこの輪島だ、おっと大のカイナの力で倒しました。さあスリーパーホールドに出ておりますが、ここでハンセンが飛び込んできた。ハンセン対輪島の初めての因縁が生まれます。この輪島選手がアメリカに修行に行った時、ハンセンは
さん、AWA の世界チャンピオンでしたね、ババさん。そうですね、一番最初ね、僕は、最初の出会いね、ミネアポリスに連れてた時にね、はい、阪神は輪島を見てるんですよね。そうですね。そのミネアポリスの世界戦で輪島は、この三阪戦のウェスタンラリアットを見ました。それから編み出したのがゴールデンアームムンバーというふうに言われております。さあ放送時間の方はあと1分でこの後楽園ホールからお別れでございます。今週のこのチャンピオンカーニバルの開幕戦、実況生中継でお送りしておりますが、ハンセンとそれから輪島です。黄金の左を出してほしい。もうしかし攻められてからすぐに攻撃に移る体勢がね、はい、彼に輪島にできてきましたんで、ね、そうですね、守りから攻めへの展開うまいですね。安心できますよね。こうなると安心できるんですよね。そうですか。今日の今までにこれがなかったんですよね。ディフェンスは100点をつけられますか今のところ。まあ、100点とは言いませんけどもね、もう十分成長、練習の後が見られるんで非常に楽しみですよね。さあ放送はあと10秒でこの後楽園ホールからお別れでありますが、ラリアット合戦がまだ出ません。なんとか見たいと思いますが、来週は大阪府立体育館からの中継でありますが、鶴田対トミーリッチのインターナショナルヘビー級選手権をお送りします。この放送は日産自動車二高通販とご覧の各社の提供でお送りしました。